はいどうも、夏です。今日もお願いします。さあ本日の企画なんですが、初のルックブックに挑戦したいと思います。イエーイ。はい、でですね、まあ、ルックブックって言ったら、そのまあなんて言うんだろう、ブランドさんの服とかをですね、まあ買って実際に着てみて、皆さんに見せるみたいな、多分そんな感じ。私もね、そんなに知識があるわけじゃないんですけど、いろんな YouTuber さんがね、そのルックブックをやられてて、ちょっとね、私も最近ずっと使ってるアプリがあって、でね、そちらの服をちょっとこの前ね、大量買いしましたので、そちらでね、初のルックブックをやっていきたいと思います。はい、そのお店がどこかと言いますと、こちら、じゃん、シーンさんですね。もう今ね、シーンさんをね、やっぱ利用されてる方ってすごい多いですよね。もう私が知ってる中でも、まあその仲良しのポンコツさんもですし、あとクレマグさんもかな、シーンの服着てたり、まあやっぱりね、シーンってすごい柄が私結構好きなものをたくさん取り扱われてるんですよ。はい、なのでね、今回冬服バージョンということで、大量買いしましたので、そちらをですね、ルックブックさせていただきたいと思います。それでは最後までお楽しみに。チャナツビリー。はい、まずはこちらの商品ですね。こちらはですね、SHEINの商品なんですけど、以前からね、うちにあったもので、よくね、動画内でも着ていました。はい、コメントでもね、この服かわいいねみたいなコメントをね、いただいたことがあったので、私の中でも結構お気に入りなデザインになっています。はい、ちょっとね、その継ぎはぎ柄というか、黒と赤と白で、まあ3色ぐらいで構成されてるんですけど、その割には割とシンプルなデザインなんで、私もね、よく着させてもらっています。はい、これに合わせるのはだいたいジーパンかな、やっぱり。はい、とてもね、動きやすいんですけど、まあやっぱりその薄手というか、あんまりこれ1枚で冬場ね、着ているのはちょっと寒いかなって。はい、なのでちょっと上着は必要かな。はい、でもお気に入りです。では続いて、はい、続いてはこちらの、2点になりますね。上のブラウスがですね、襟元から、中心にかけてひらひらしているのがついてるんですけど、こちらはですね、以前シェリーココさんのイベントの時にですね、実は着ていまして、見たことある人はもしかしたらこれ以前見られたかなと思います。はい、で下のですね、こちらがファスナー式になってまして、横にファスナーがついてます。でハイウエストなので、結構その可愛い感じでですね、私にしては珍しいデザインの2点を合わせて買ってみました。はい、とても可愛らしいのでね、どこで着るんだろうっていう疑問もありつつですね、ちょっとそのお祝い事とかの席でね、着られたらいいかなと思いました。はい、どっちもね、やっぱり薄手ですね。シーンさんって薄手が多いんでね、これ1枚ずつではちょっと着たら寒いかな、この時期はっていう感じです。はい、では続いてこちら。はい、続いてはこちらの2点になります。はい、どっちもね、私の好きなもう柄を合わせました。はい、オレンジ色のパーカーとですね、まあ中心から柄の違うズボンですね、こちら買わせていただきました。ちょっとね、上のパーカーの方が正面から見るとあんまり柄がわからないんですけど、後ろにはね、結構な蝶々とかの柄が入ってて、実は結構背中から見ると派手なんですよね。でそれに合わせて、ズボン、こちらもですね、ちょっとピエロっぽい感じでね、でベルトもこれ一緒についてきてます。はい、これもね、ちょっと一目惚れして買いました。オレンジ色のパーカーは結構あったかいんで、これはね、1枚でも全然いけますね。はい、では続いてこちらの商品に行きます。はい、続いてこちらの商品になりますね。中心から半分ずつですね、黒と白で分かれてるんですけど、こちらも背中にですね、大きい蝶の絵柄が入ってます。はい、私がね、結構蝶々が好きなんで、オレンジ色のパーカーの時もそうなんですけど、結構その蝶々柄が入ってて、こちらもね、選ばせていただきました。でこれは意外とその袖とか丈が長いんで、あんまりね、そのお尻周りとか気にならない感じで楽に着れるんで、はい、お気に入りですね、これも。
まあ、ただやっぱり薄手なのでこれ1枚で着るのは寒いかなと思います。はい、まあ、正面から見るとやっぱりシンプルなデザインなんで何とね合わせてもね全然合う商品になってますので、はい、これはねこの冬も全然着ていきたいと思います。はい、では続いてこちらの商品です。はい、続いてこちらの商品ですね。これも私にしてみたらかなり珍しいものを買いました。これはオフショルダーと言っていいのやら結構前からそのシーンのページでこれがね流れてて、まあ、気にはなってたんですよ。まあ、これもね冒険かなと思って今回ね、割とシンプルなタイプを選ばせてもらいました。はい、着てみるとね結構その、まあ、オフショルダーなんですけどその割にはちゃんと袖もあったりするので結構安心して着られますね。はい、首元もそんなに開いているわけでもなくて、まあ、冬場着るのは確かにちょっと寒そうなんですけど、まあ、これはこれで全然春とかでも着れるかなっていう感じで、はい、今後ね動画内でもね着ていきたいと思います。はい、それでは次の商品です。こちらです。はい、続いてこちらの商品になります。これはですねシーンさんのページで見てた時にもうちょっと厚手なのかなと思ったら意外と薄かったです。はい、なのでねちょっと割とインナー中の服がねまあ下着とかがちょっと見えやすいかもしれないです。胸元も結構このデコルテラインの方が見えるので中に着る服を結構考えないといけないかもしれません。はい、でねもうちょっと丈もあっていいかなって個人的に思いました。はい、まあ、でもね柄が好きなんでこういうのもねまあ、ちょっと寒いのは寒いんですけど、まあ、全然上にコートとか羽織ってね外で着られると思いますので、はい、こんな感じです。では続いての商品に行きます。こちらです。はい、続いての商品がこちらになります。派手でしょう。でもこれは一目惚れして買いました。こちらもねシーンさんの広告でよく流れてきててずっと気になってたので今回ねちょっとまあ勢いで買っちゃいました。はい、でもね実際着てみたら私すごい気に入りました、このデザイン。はい、なんならね新しいアイコンでこれ着ようかなって考えてます、今のところ。まあ、なかなか日常生活の中で着るには勇気がいる柄だとは思うんですけど、全然ねそのクリエイターっていうかYouTuberとして着る分には全然この柄ありだと思うので動画内でねやっぱ多様に着ていきたいと思っております。はい、結構その長さとかもねちょうどいい感じで、まあ、ただ薄手なのでやっぱり上着とかインナーは考えた方がいいかなと思いました。はい、それでは続いての商品ですね、こちらです。はい、続いての商品はこちらです。こちらもですね、継ぎはぎ柄って言っていいのかな、まあ、ただ先ほどのに比べてその色がねたくさんあるわけではなくて真ん中にチェック柄があったりしてね、で、まあ、ちょっと丈の方がね私的にもうちょっとあってほしいんですけど、袖がね結構キュッとなってて可愛いなって思ったんでこれも結構気に入りました。はい、で、まあ、やっぱりねチェック柄はあるんですけど割とやっぱシンプルなデザインなのでこれもねまあ、アクセサリーないし上着とか、まあ、もちろんズボンとかでねアレンジが全然効く商品だと思いましたのでこちらもお気に入りです。はい、というわけで以上でシーンで買ったですね、商品の紹介になりました。はい、というわけで以上11点のご紹介でした。本当にね個性あふれる商品たくさんあります。まあ、実際に買ってきてみないと自分のサイズに合わないとかもいろいろあるんですけど、まあ、そんな中でもね今回のは結構自分に合った商品をね買わせてもらえたと思います。というわけでね初ルックブックでした。はい、今回はね冬服バージョンということでやらせていただいたので、また次やるときは春になるか、まあ、もしくは夏バージョンかなっていうのでやらせていただきたいと思います。今回ご視聴ありがとうございました。またのルックブックをお待ちください。はい。
それではこの動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらにツイッター、インスタグラムもやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。どのね、服装が一番私に合っていたかっていうのをね、ぜひコメントください。またねー。